花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日も楽しくねやっていきましょう。今日はゲストいらっしゃらないということでですね、金玉というねことになりましょう。松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶりのね桜田武さん、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いしますね。いかがでしたか、ちょっとお休みになる。まあこういうことでね、ちょっとなんかスタジオ内の人数も制限されるというね。そうですね、多少そういうこともね、はい、気を使いながら、また今日も面会のごとくアクリル板を久しぶりの面会、どっちが面会される側なのかがねちょっと分かんないですけどね俺が悪者みたいな、どういうわけか2週間ぶり2週間、いや週間、中2週間かな。あ、中2週間だよね。あ、そうか、ゲスト、そうだね、まあ、続いたね。そう、久しぶりの金玉、今日はね、じゃあ楽しくやっていきましょう。はい、まず、なんか歌からいきますか。はい、歌からいっちゃおう、ね、うん、どれからいきますか。できなかった曲があったね、そういえば。インスピレーションいこうかな。はい、はい、ね、インスピレーション、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、すべての夢をお前に託しての僕にあろう。ワン、ツー。Oh,
1曲目、金吉郎インスピレーションをお届けしました。はい、僕の声やかましい。いや、全然大丈夫ですよ。気にしないでください。全然。ね、まあね、この距離だからね。まずライブでもこんな距離じゃ。離れますか、ね、離れますか。やっぱりね。2メートル。2メートル離れたらね、このスタジオはもう。窓の外行かない。窓の外になりますからね。ね、なかなかあの難しいですよね。2メートルっていう。ね、まあ2メートルってまあ見直されたでしょ。そう、約。うん、約。あ、そうですか。ちょうど2メートルなんて分かんないもんね。うん、まあでもだいぶ落ち着いてきて、うん、まあ、ね、慣れてきた。まあ、ライブもね、やっとね、ちょっとあのちょこちょこっと、そうですね、もうね、始まってますよね。始まってますよね。まあだんだんやっぱり世の中こう明るい方向にね行くことをね望みますね。そうですね。なんとなくあの精神的にちょっとこう眠れなかったりする時もあるじゃない。あ、先の生活が、明日の生活が心配で俺たちは。俺たち、俺たちは、俺たちな。いや、みんなそうなんだよね。明日は分からないからさ。いやいや、うん、今もう余裕がある人はやっぱり政治家ぐらいじゃないの。そうですね、公務員とかね。ね、まあね、なかなかね、あの、ただまあやっぱり明るい方向にね向かって。そうですね、今日お便り来てますでしょうか。来てますよ。はいはい、ご紹介いたしましょう。ちょっとね、じゃあ初めてじゃないか、うん、金吉郎音楽魂。はいはい、世の中コロナ禍により大変な思いをしております。はいはい、早く収束し元の生活が戻りますよう願っております。うん、朝5時よりトレーニングしているようですね。いいことです。あ、私ですね。そうですね、はいはい、そうですね。歌の題名が不明ですが、お、大山空手最高師範の作詞の曲、確か道ではないかと思います。道じゃないとは思うんですね。道じゃないですけど、リクエストいただきました。あ、そうですか。いや、これはちょっと歌えるかな。辰巳寿司の金田さんです。はいはい、ね、ありがとうございます。お寿司屋さんなんだ。いいね。うん、そうなんですよ。なんか金田さんの地元の、地元の、あの、実はね、うちのね、まあ、亡くなって、父がもう亡くなったんだけど、はい、父と親友だったのよ、そのお父さんが。はい、だからあのお寿司屋さん、お父様の代からね、はい、で息子さんが今やられててね、うん、で、あの以前帰った時にね、ごちそうになってね、まあ、いつもね、お寿司をね、美味しいお寿司をね、ごちそうになって、達筆でね、うん、筆で、うん、筆で、素晴らしいですね。素晴らしい。ね、これはね、マイフレンドって曲なんだけど、ちょっと俺はあんまり歌い込んでないからできないかもしれないですけど。マイフレンドっていう曲です。はい、曲ですね。題名がちょっとわからなかった。うん、まだ ね、録音してないんだよね。それで、しっかり録音して歌い込んでね、あのバチッと決めないと、あの大山空手のね、最高視野の師ですからね、ぶっ飛ばされますからね。歌ったら一番のトップの人です。そうですね、最高の最高視野。まあ、あの本当に楽しみね。結構評判良くて、はい、いろんな方からね、リクエストいただいてますのでね、できるだけ早くね、はい、あのきっちりした録音もしたいと思います。はい、はい、じゃあ待っててください。はい、他には、はい、これは博多のミキさん。博多のミキさん、はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。うん、こんにちは。なんとか雨は降ってないって感じの博多です。あ、そうなんだね。先週のしゅんさんも変わらず良い雰囲気でしたね。はいはいはい、アルバムも楽しみです。はいはい、今週は金玉、久しぶりに桜田さんの声やギターが聴けるのが楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。先週のメッセージは時間がなかったゆえ端折って読んでいただいたんで、勘違いされてましたが、うん、ハングリーアングリーは絶対にきちんと事前リハがないときついんじゃないかって思うから、うん、博多では期待できない、だからいつか配信でもいいから見てみたいなってことです。あ、そういうことですね。あ、そういう意味でしたね。先週のメッセージで言ったけど、今後は今のままならってことですけど、うん、席を減らさなきゃいけないって言うなら、うん、間違いなくライブスペースも利益が減るし、生で体験したい人は会場へ、 それでも抽選になったり先着順になったりして見られない、うん、それに地方について物理的に体験できない人は配信で楽しむ時代になりそうな気がしています。うん、それに政府の提案では、うん、客席の声出し NG とか言ってたし、うん、そうなの、声出し NG。 あんまりね、もうそういうこと聞かないようにしてんのよ、ね、声出し NG。 なんかライブハウスに行ったことない人とか分かってない。行ったことないのよ、多分ね。あんまり分かってないから、うん、いらん世話だよね。
それ、シャーシーって言うのだから俺あんまり聞かないよ、声出し NG とか言ってたらそれならもうオイラの存在を否定されたようなもんです。そうそうそう、もうミキ歩くだけでももう NG 何それ、マスクしてりゃ飛沫の拡散は防げるのになんてことを提案してるんだって思います、うん、コミュニケーションチャンネルが成立しないライブなんて悲しすぎますもん、はいはい、そうですね。今回のウイルス騒動もだいぶ正体が見えつつありますが、うんうん、今後は最初に間違った情報を流した医学界の大物の皆さんが、うん、いかに謙虚に間違いを認めるかってところも問題になりそうですね。まあこの番組を聞いてりゃ飛沫感染もしないし、はいはいはい、筋トレしながらでも楽しめますよ。そうですね、まあ、ね、お楽しみいただきたいと思います。今日はリクエストありません。ありがとうございます、はい、まだまだいろいろ溜まってるでしょうし、はい、そう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 、まあ、だってあれ、前やミック君のリクエストはあるのよ、いくつか。あ、溜まってるのが、うん、とにかく気持ちよく歌ってくださいね。はい、ありがとうございます。皆さんもやっぱり基本が大切、やることやって、うん、あとは笑って食べて寝て、うん、免疫だけは上げていきましょう。そうですね、ありがとうございます。そうですね、まあライブとかに関してはね、やっぱりそういうそうなんだ、うん、NG 声出していけないって、ま、じーっと黙って見ていやいやでもね、変な感じでさ、捉えられてるよね。だからまあそれは自分たちがね、やっぱりコツコツね積み重ねて、まあいろんなこと気にしながらね、うん、やるしかないんで。多分ライブハウスと思うの概念が、あの人たちの考えは、うん、ギャー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 ワーって、ね、うん、腕振り上げてスタンディングでっていうイメージなんでしょうね、うん、きっとね。みんながみんなそうじゃないんだけど、ね、そうじゃないですよ、こちらはお年寄りが多いし、まあね、僕はね、どっちかというとああいう動画配信はねダメなのよ。まあできないっていうのもあるんだけども、苦手っていうのもあるんだけど、やっぱライブをね、やりたいっていうかね、僕それは楽しみなんで、人前で歌うことが始めたのは僕高校生の頃だったんだけどね、それがねやっぱりすごい救いになったのよ。たった一人の目の不自由な方なんだけど、下に住んでて、まあ僕神社で歌っててね、前もお話ししましたけど、その人の前で歌うのがね初めて人前で歌ったことなんですけど、まあそれ高校生の頃なんだけどもね、それがねやっぱり自分の中に残っているので、その人がやっぱりいないとね、ダメなんだよね。そうですよね、うん、だからラジオで動画配信してるんで配信したけどね、 2回ぐらいね、うん、配信っていうかまあリアルタイムじゃなくて、うん、編集もしてやったんだよね、うん、タイトルつけたりとか、うん、同時配信、生配信っていうのが今やってるのかな、みんなライブ、やってますね、やってますよね、結構やってる。だからじゃあミキ君のね、何回かもいただいててできなかった曲やりましょう。昭和通り、はいはい、Walking on the Street やりましょう。
はい、金谷城 Walking on the Street お届けしました。これどっちがタイトルですか、昭和通り、サブタイトルが Walking on the Street ですか。そうですね、サブタイトルじゃないでしょう、サブタイトル、うん、メインが昭和通り、そうですね今まあどっちでもいいんですけど、いやいや書くのに、ああそれ、いやまあそれはあの後でしましょうよ、うん、いやいや忘れちゃうから、うん、あそうですか、はい、それでね、やっぱりちょっとトレーニングとかをしてて、俺3キロぐらい太ったんだけど、本当ね、うん、見えない、3キロか4キロぐらい太ったけど、あの腕とかが太くなったね、おで胸とかのあれが、筋肉がついてきたんじゃない、筋肉をね、うん、ちょっとつけようかなとか思って、でまああのちょっとやっぱ体動かすと調子が戻ってくるよね、うん、そうですね、あっちこっちもう年取ったらね、痛いところがないぐらいの感じですけど言ってたらキリがないもんね、確かに ね本当はどこが痛いここが痛いとか言ってるのさ、うん、だからできるだけ運動ちょっとして、でも仕事がちょっと暇だったからさ、本当はそういう運動ね、あれじゃないんだけども、あの体を使うとさ、精神的にちょっと楽になるよね、あそうですね、気持ち、気分的にももう家こもりっぱなしだとね、うん、やっぱ体調悪くなりますよね、そう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 、まあ一日に最低1回は外出ないとね、あなんかやってるの桜田君とか。いや何もやってないですけど、うん、とりあえず事務所には足を運んで、うん、はいはいはい、仕事はないのでほとんどギター弾いてますあ本当外で練習で、いやいや、あうちの事務所で、あ事務所で職場というか、あの自分のオフィスで、自宅にずっといても弾けんだけど、うん、なんか自宅だとねやる気にならないっていうか、うん、俺だからダメなのよそれ、できないから、うん、もう気になっちゃう、ね、5分でクレーム来るから俺ああ、金さんの声量だとシャシャって来るかもしれないですね、歌おうかなとやーって言ったらもうシャシャシャシシャシは言わないでね、東京リストギターもダメですか。だからなんかポロッとつまびいて、うん、あれば練習になんないわけよ、うん、まあね、あ気になっちゃう、なんとなく、うん、だからもう立って歌わないとダメだから俺それはもうスタジオ行くしかない、ね、うん、そうですリハスタ、でもカラオケボックス再開したでしょ、もう大丈夫ですよ ね、 あ、うん、ね、カラオケボックス安くていいよね、あのいいですよね、うん、僕もただ隣にねそれはそうそう、隣に演歌のおっさんとか入ってきたらねちょっとね、ちょっと、いや、うまい人だったらいいんだけど、そうそう、若いんだけど、歌い終わった後に一人しか来てないんだよ、一人でやってて演歌を歌うんだけど、うん、終わったらイエイって言うのよ自分一人で演歌歌って毎回イエイって言うのよ、それがおかしくてさ全然練習にならなかったもん俺カラオケボックスで歌った後にハイテンションです ね、 ねテンション高いね、一人で歌って言えよなかなか言わない、一人で言うんだよ、自分、ね、まあ、自分に気合い入れてんでしょうね、寂しい世の中になってきたね一人カラオケって流行ってるからまあね、いやでも歌うっていうことは、まあ、あの体にいいしね、僕ほらちょっとあの肺気腫のあんってあるんで、はいはい、あの肺にもいいのよ、うん、やっぱいいですよね、うん、カラオケね、なんだかんだ言ってもこうガーッと歌う、発散できるからね、そうそう、だいぶ変わりますよね、ね、うん、松井さんどうですか、あなたは曲入ってるでしょカラオケ、はい、え私の、鈴木よみの作詞してたからね、作詞したの入った、よみさんのね入ってます、はいはいはい、入ってます3曲、3曲、それ歌う、歌う、あ、うん、歌わないけど書けるかな、書けるんだ、書けとく、印税をもらう、いやいやいや、うん、ちょっと助あるかなと思って、ね、カラオケはね、あのそこ借りる場所を借りるっていうのはあるけど、うん、カラオケ 歌わないから俺、あ絶対、そうそう、あギターを持って行って、うん、そう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 、ギターで、うん、カラオケ歌わないですよ俺、うん、自分の曲歌って65点だったから、うん、それ以来もう二度と歌わないカラオケは、だいたい言ってみたいね、大体ね、そのプロの人、プロの人っていう言い方変だけど、うん、そういう人ってカラオケ苦手よね、苦手な人から、和田彦さんもちょっとあんまり得意じゃないらしいよね、和田彦さん、うん、怒られちゃうから、ね、個性的だから、あのほらアレンジしちゃうじゃない、うん、あのフェイク入れたりとか、そうすると点が限定されちゃうから、ま、限定されるんだね、フェイクするとだって音程外してるって評価になっちゃうじゃない、うん、どん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 限定されてる、もう綺麗に歌わないとダメなのね、そう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 、ピターって歌わないと、そうなんだ、うん、俺ももともとそんな音感も悪いし、ね、音感悪くないじゃない、まあ、そうですか、全然、あマイフレンド、じゃあマイフレンドちょっとねえせっかく
ちょっとやってみますか。なんか途中まででもちょっと原田さんもね、ちょっと気弱ですね、気弱な発言え途中まででもとか言って途中までってわけいかないし始めちゃったらね、そう大丈夫ですよ、やってみましょうか、はい、My friendThank you.
はい、マイフレンド。いいじゃないですか。ありがとうございます。精進いたします。いや、いい、いい。あ、そうですか。す初めて投資でやったね、うん。あ、そうだっけ。うん、結構長い曲なんだけど、触りだけちょこっとやったことあ、そうね、だいぶ前だけど、ね、ちょっとね、うん、あの精進いたします、金田さんのね、ちょっとちゃ、うん、あの心を込めてね、はい、金田さんにはね、はい、お世話になってるんでっていうか、あのね、歌いましたけど、歌いさせていただきました、ね、ということでね、これちょっとコーラス難しかったです。コーラスしっかりしてください。しっかりしてくださいよ。ごめんなさい、うん、あのなんかこうやってるかやってないかっていうコーラスはダメでしょ。そうそう、蚊が鳴いてるようなコーラス。蚊が鳴いてるような夏場ですからね、うん、じゃあ、 あの松井さん、そろそろあの行きますか。いや、ちょっと待って、あの小歌のコーナー、そう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 、あのコーナー行きますか、松下としゅみコーナー、あの、ウクレレコーナー。ウクレレね、うん、なんかアトランタからも来てましたよ、ね、ウクレレ持ってきてくださいって、アトランタのあの津田隆史師範が、ね、色物みたいななっちゃってね、色物いいんじゃないですか、ウクレレコーナー、うん、今日は何に行きましょう、これはね、うん、アトランタの高橋、トム高橋さんからね、うん、ひばりさんシリーズで、はいはい、あのやってきたんで、おうおう、車屋さんもね、ちょっと前、車屋さん来ますかやってみるかなんて、ウクレレ一本でやってみます、ちょっとこれを、車屋さん歌が大体難しいよちょっと今ちょっとこう精神統一しないと歌えないね。あ、そうなんですか、はい、行きましょう。ちょいとお待ちよ車屋さん、お前見込んで頼みがござんす、この手紙内緒で渡して、内緒で返事が内緒で来るようにできゃせんかいな、人の恋路を邪魔するやつは窓の月さえ車屋さん、あれちょっと違ったぞ誰でも弾けるんだけど、まあウクレレあんま弾けないけども、歌だからこれ歌だから、すごいな、ね、これ三味線でツンツンツンってやってくれないと、これでも松下さんね、あのこれ椎名林檎さんもやってるんだけど、椎名林檎さんよりもいいと思うよ俺。いやちょっと今日心配したな、うん、いやいやいや、ここでちゃんとやればちゃんと合わないようじゃダメだね、うん、キーがね、これで最初の踊った時にキー合わないとダメなんだけど、うん、まあでも人のだね、人のっていうところがずれるとこう着地がつかなきゃ、だんだんずれてっちゃったよね。俺は難しいね、車途中でガイドの音をちょこちょこっと鳴らさないと外れちゃうかもね。それで、まあ、三味線でトゥントゥントゥンとか入れてくれればこう、
いいんだけど、うん、全く無音でいくとなるとね、うん、結構難しいかも、ね、それでね、こんな歌ね、こんな歌って難しい歌あんまりカラオケでもやったことないし、本邦初公開でが、いや、そうだよ、やるか、よくやるよ、よくやる。じゃあ俺もなんかあの新曲やるかな、新曲っていうかあのサマーフィーリングってさ、あなた松下さんが上げてくれたんだけど、はいはいはい、あ、それやってくれる、40年前のさ、あれちょっとやって雰囲気出ないかもしれないけど、ちょっとやってみようかな。やってやって。あの PV って、まあ PV までいかないけど、うん、ちょっと写真とね。40夏っぽいから。40年前のね、アルバム、アナログだったのね、これ。これ初めて聞いた時、あ、これいいじゃないとか思った、うん、サマーフィーリング。アルバム、デビューアルバムでしょ、これ。そうそう、デビューアルバムで40周年今年になるんだけど、あの40周年やりましょう。オン・ザ・ウィンドウ、やりましょう。ね、サマーフィーリング。ちょっと皆さん協力して。これ1曲目なんだけど、これちょっとやってみる？あ、キー間違えたね。いいだよね。映った。Summer feeling
川後ろサマーフィーリングお届けしました。夏の雰囲気出てました。いいね、いいでしょ。いい、ね、これフェードアウトじゃなかったと思う。うん、いや、うん、もうその場でね、いいでしょ、これ夏っぽくてね。いいね、夏っぽくてっていうか、ありがとうございます。夏の歌で精進いたします。カナオさんのこういうタイプの歌ってない。いや、ポップのカナオだもの。だってない、ないでしょ。今までなかったもんね、うん、割とこう重たい、重たい歌が多い。いや、もうあれで、あのアンアンの取材とか来てさ、ロッキンオンとかもあったんだけど、この時の取材とかね、アンアンの取材、アンアンでね、カナオヨシロと踊ろうって。おー、アンアンか、俺ものすごく恥ずかしかったね、俺。アンアンとかノンノンとかだっけね。アンアンの取材なんてカナオヨシロと踊ろうだから。え、ダンスしながら歌ってたんですか、その頃。いや、ダンスできないですよ、俺。できないけど、そう、イメージ的にさ、これポップなイメージがあったんじゃないの。あ、レゲエの感じ。レガエのレガエが入ってたんだけど、レガエはでも3曲ぐらい入ってたからね。でもその時は珍しいよね。いや、多分斬新だったんじゃない、その頃は。そうでしょうね、レガエって言葉が。もう先に言ってたのよ、俺は。行き過ぎてた。ちょっと早かったのかもしれないね。早かったな。もう時代がちょっとね。そうね。時代が後からついてくるみたいな。後からついてきたから。後からね。なかなか交わらないところだからね。いや、これいいんじゃない、この雰囲気は。あの、なんか作ったら結構いいかもね。ちょっとビートルズっぽかったですね。そうそう、ビートルズの香りがね、ちょっとするとこで ね、いいよね。これ新しくまたバンドでやったりするのはダメなの？うん、ダメじゃないですよ、全然。CD、あ、レコードなってるとまずいでしょ？うん、いや、でも、もうだってね。大丈夫か、あれ50年から。うん、あと10年。もう、50年経ったら俺生きてないよ、だって。あと10年。70になるもんだえ、しかし10年しなくてもなるんだよ。そうだ、なるよね、怖いよね。あっという間だよね。そこまでインスピレーション練習とか言ってんのかね。やってた。やってるでしょ、うん、どこまでも付き合ってくださいってね、声の続く限りね、声。でもこんな元気な人はあんまりいないから。歌って、松崎しげるさんっておいくつですか。松崎さんはもうちょっと上ぐらいで、2つぐらい。あの人まだね、あのキーで歌ってるもん。まだまだ生きてる。あれもそうです。布施明さんも。あ、これもさ、今のキー、これサマーフィーリングのキーって昔と変わってないんだよね。そこはすごいよね。キーはね、だんだん下がってくるのにね。あの声はほら、もう汚れ腐った声になるけど、汚れ腐った声って知らない。いや、綺麗な声、あのね、昔綺麗な声だったもん。あの、カナオさんは、みんな若い頃はね、そうそう、ハスキーだけど、うん、高音のハスキーだった、よかった。そうそう、割とね、うん、あの高い声だったんですよ、ね、でもね、あの、でもキーはね、変わってないかもね、考えたら。そこはね、あの、素晴らしいと思いますよ、本当に。でもだんだんほら、キーか、あの、キンキン声がさ、少し大人の声になって、大人あの、いい感じになるんだよね、きっと。ミッドレンジが太くなってくるんだよね、だんだんね。そうそうそう、なんかね、みんなそうだけど、デビューアルバムは、割と細いのね、そうそうそう、声がね。いや、みんなそうだよ。みんなそう。若い頃は。そうそう、聞きたくないんだけど、でも、かわいい声で。でも、ほんとね、俺、東京トナイトっていうのは、あの、あ、それ歌う？え、まだ時間ありますよ、全然ありますよ。2曲くらいはいけんじゃない、なんかリクエストないの今。え、リクエスト、こんな時に来てないんだね、こんな時。ファックスは、ファックスは、お便りは、お便り、あれ東京トライトやってみようかなって。なんかある、いつも来ないね。ほんとデビュー曲やります。あ、ステラーラビューかなんかやろうか。レガエレ、明るい、ステラーラビューのいいかね。間に合う、探すの。途中から混ざります。ちょっとね、これはどうしたらいいんだろう。はい。コラスからいきますか。あ、コラスからいってもダメか。うん。
はい、カナヲ吉郎 Still I Love You をお届けしました。はい、これ柳葉敏郎さんが歌ってもらって、はい、あのやっぱソロシングルの時にあの出たんだけど、これタイトルがね、君の名はっていうんだっていう曲タイトルです。で、サブタイトルに Still I Love You っていうね。じゃあカラオケ行ったら君の名はで検索しなきゃいけない。そうなんですよ。あ、うん、そっちがタイトル。そうなんですよ、ね、だからなかなかね、あれですけど、ね、はい、まあでも、あの、来てますか。いや、来てみない、来てないです。来てみないと思う。来ちゃった。はい、はい、何。いや、ライブ告知を忘れた。ライブ告知、そう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 、ちょっとね、やらせていただきましょう。7月11日、マイタアビーム。7月11日、はい、マイタアビーム、金代城、渡辺武史、松下俊美。はい、18日、あ、11日ね。7月ですよ、7月18日スカがプカプカ。お、これ決定しましたね。マジで。いけないやおで。渡辺武史。渡辺武史来るの？あ、来るって。それちょっとまだわかんない。うん、ね、7月18日、ちょっと待って、これスカがプカプカね、決定ね。そう、そう決定でしょ。わかりました。で、28日スモーキー。これ確か。確かだと思います。本当。またあの僕のそれでね、結構やっぱりあのある程度自粛しながらやるっていうね、まあ、人数限定とかね、人数限定とかあるんで、うん、で、桜田君、はい、すいません、僕ね、今月6月27日、うん、吉田町のウェアハウスバイトメイズっていうところで、うん、塚さんの桜田やります、うんうん、あと金尾さんと被ってますけど、7月11中山ミスティック、うん、7月18日南林間ハイダウェイ、うん、それはあの塚さんの桜田ですね、うん、はい、はい、以上です、はい、よろしくお願いします。まあ、あのぼちぼちね、ぼちぼちね、気をつけながら、まあ人数限定でね、あのご予約っていうこともありますが、はい、それはね、あのまたの追ってね、はい、ご紹介いたしましょう。塚川はね、それが実はね、あの震災後ライブを始めたのが東日本震災の時からね、77日目で始めたらしいのよ、はい、で実は今回僕のライブの日ってまるでその今回コロナのあれをストップして77日目なの。すごいね。そうなんですか、いいな。やっぱご縁があるんだね。77っていうのが77温度でなりましょうか。そういうことなんだ、うん、すごい。で最後にちょっとなんかあの何なのじゃないでしょ。あ、言いますか。ファニーエンジェルちょこっとある。え、ファニーエンジェル。うん、ファニーエンジェル。ということでね、ショートバージョンファニーエンジェルをお届けしました。めっちゃショートだね。あっという間に。よくこういう急にショートバージョンできるよ、ねね、うん、ということでね、あの、あっという間に1時間でした。今日は金玉ということでいかがでしたでしょうか。はい、今日もお便り、ファックスありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。来週は、来週ゲスト。来週、あの、何日来週。
26はあれですよ、あの英二さん、高田英二さんですね、うん、皆さん、お楽しみいただきたいと思います、ということでね、はい、あっという間の1時間でした。お相手ははい、桜田武史と、はい、松下俊美、金井志郎でございました、また来週お会いいたしましょう。 See you next time!